小声る牙は、野波浅による日本の小説である。第115回直木35章を受賞した。同会に、ノミネートされていた作品の中では、下馬評の高かった、浅田次郎の、早急のスバルが本命視されたが、つ本と明、渡辺淳一、平岩弓江などの欠点を指摘する先行委員も、少なくなく、本作も、推理小説としては、欠陥があると後を抱こう。 渡辺淳一、平岩弓恵、五木博之らから指摘されたものの、黒岩十子、つ本明、田辺聖子、井上久しなどからは、男女二人の刑事の関係性の描写力が高く評価され、受賞に至った。2001年には、天海ゆう主演で、2010年には、木村吉野主演で、それぞれドラマ化、2012年には韓国で、孫、元保。 イナヨン主演で映画化された。深夜のファミリーレストランで、客の男性の体が突如発火、炎上し死亡した。被害者の左足首には、犬に噛まれたような噛コンが残されていた。助けを求めていたことから、自殺の可能性は消され、捜査本部が組まれる。機動捜査隊の刑事、近藤隆子は、中年刑事の滝沢と組捜査に当たるが、犬に噛み殺される事件が、 相次いで起こる。そして、捜査線上に浮かんだのは、疾風と名付けられた、ウルフドッグだった。2001年6月23日に、HV サスペンス作品として、NHK 武士で、同年11月26日に、NHK 総合で放映された。山本美恵、最終折り返し地点2010年1月30日21時23時6分、テレビ朝日系列で、 女刑事、温度を高くから凍える牙のタイトルで放映された。視聴率は16.8%であった。ハウリングのタイトルで韓国にて映画化、同国内では2012年2月に公開された。日本では同年9月に公開された。ありがとうございます。